はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。というわけでです。12月の25日ですね。クリスマスなんですけども、本日からですね、福袋動画の撮影が始まっております。今ですね、撮影するのが、ワンワン福袋となっております。で、こちらなんですけども、これからですね、福袋動画の裏メイキングというものをですね、今年は撮っていきたいなと思っております。でですね、監督なんですけども、基本撮影するときはですね、見栄えを整えます。まずはですね、常に撮影前には絶対歯磨きと、あと顔を洗って、まあ、汚いやつよりかは、綺麗な方がいいと思うので、歯磨き粉はですね、監督今クリニカを使っております。あと、この髪の毛がここね、もう飛んでるんですよね。まあでも基本的に監督は普段ですね、帽子をかぶるので、髪がね、長くなってきたら、こっちのね、深くですね、ある帽子。で、髪が短い時はですね、こちらをかぶっております。で、今はですね、どうなんだ、これかな？うん。まあこんな感じでやれば、寝癖があったとしても回避できるというわけですね。では今現在ですね、セッティングをしております。常に撮影はですね、照明機材をわー、おしっこしておる。こちらですね、フォスタン、フォスタンだっけな、フォスタン、こちらをですね、2頭を使って撮影をしております。おしっこしておる。はい、どうも皆さん、こんにちは。 OK、はい、おさわり、おさわり、よし、お疲れ様でした。うわ、早っ。食べた、食べた。はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。今時刻はですね、はい、2時40分となっております。色使いがですね、なんかおかしくなってましてですね、いやー、初日からしくるのはきついね。1日1本あげるという自分に課した方よね、ここで1日目からしくじったらダメなんで、これをアップしてから寝たいと思います。多分ね、3時半ぐらいになると思います。まあ、最悪に 寝ないでね、明日ドトールとなんかもう一個福袋があるので、いや、もう口が回ってない。頑張れ俺。よし、長男だから頑張るんだ。チェックして公開して次にコマを進めていきたいと思います。頑張ります。はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。昨日ですね、なんと編集が4時に終わりました。今現在11時なんですけども、早速福袋2つ買っていきたいと思います。はい、というわけでですね、忘れてったので今回こちらを持っていきたいと思います。息がすごい。うん、はい、ですです。今から撮る福袋なんですけども、まずミスタードーナツさんとドトールさん2つですね、こちらを撮っていきたいと思います。目標としてはですね、今日発売日なので本日中に出せればいいかなと思います。頑張っていきたいと思います。4年連続ポケモンです。手に入れたい。今年で3年目となる。ゾーンを飲んでパワーアップ。デビューを軽くしていきたいと思います。グラフィティホリック、グラフィティホリック、さあどんな味でしょうか。アセロラ、うん、アセロラといえばアセロラだし、違うといえば違う。ただめちゃくちゃ飲みやすいです。編集頑張りたいと思います。本日購入しましたドトールの福袋、こちらやっと編集終わりました。いやー、これね、パソコンが最高スペックだからといって早く終わるんじゃなくて、編集の腕が上がるとね、こだわりが素敵ですね。ガンガンやっちゃうからね、もうあっという間に23時11時でございます。こちら今ですね、やっと編集が終わって書き出したんで YouTube にアップロードしたいと思います。いやー、本当はね、今日2つね、会いたかったんですけども、めちゃくちゃかかった。はい、よし、はい、よし、はい、あ、おーれ、よし、はい、はい、
い、おお、終わらない、全然終わらない、はい、編集と同じく終わらない、おお、あれ、はい、あれ、あれ、どうしました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 、ナビさん、お、これ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 、お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 、どうした。はい、というわけでですね、もう日付が変わりましてですね、29日となっております。こちらの1日密着 Vlog 動画完成しました。現在の時刻がですね、ちょうど3時になります。3時か、いや明日仕事あります。はい、寝ます、おやすみなさい。はい、というわけでですね、現在ですね12月29日23時となっております。仕事納めです、お疲れ様でした。というわけでですね、これからですね7日間休みとなっております。連休です。ただこれからですね、編集地獄を待っております。精神的に負けないように頑張っていきたいと思います。では昨日の続きの編集、目標は2時までに公開。はい、めちゃくちゃかかった。2時58分、もう深夜3時です。本日こちらですね、誕生日のですねプレゼント、イレイナ、こちらのですね編集が終わりました。早速出したいと思います。まあ一応これね、福袋動画ではないんですけども、出していきます。はい、寝ます。はい、本日なんですけども12月30日8時となっております。朝にですね、銀だこ福袋の撮影をしましたのと、オンラインクレーンゲームの福袋撮影の収録をしました。そして今現在ですね、昼ぐらいから編集始めまして、まあ大体5、6時間かかりましたね。めちゃくちゃかかったな。銀だこ福袋こちらですね。はい、いやかかりすぎだなー。いやーちょっと頑張りましょう。はい、頑張りましょう。本日あともう1本ぐらい編集したいんですけども、まあいける限り頑張っていきたいと思います。そんなわけでですね、8時なんで、ちょっと夜ご飯食べたいと思います。ちなみにですね、夜ご飯は銀だこの福袋で出たタコ飯のご飯をですね、残り食べたいと思います。ナビ、ナビどうしたの。いい服だね、福袋、福袋の服、いい服だね。はい、というわけでですね、で今羅針盤の編集をしてるんですけども、現在の時刻はですね深夜2時48分です。もう3時です。ですね、羅針盤ですね約40分ぐらい喋ってまして、今やっと18分に縮めました。まだまだかかります。というわけでこれは明日持ち越ししたいと思います。寝たいと思います。はい、では明日にバトンタッチです。おはようございます。本日12月31日2020年じゃない、古2年前じゃん、2021年最後となっております。はい、現在ですね10時18分、今日はですね9時ぐらいに起きれました。昨日確かだいたい深夜3時ぐらいまで編集をしてたので、まあ6時間、まあ最低6時間は欲しいですね。というわけでですね、今編集してますが、羅針盤の福袋ですね、本当はもっと早く出したかったんですけども、目標はね今10時18分なんですけども、午前中に出したいなと思っております。頑張ります。ナビ、ナビ何してんの、何してんの。おはよう。あ、ご飯あげる。はい、というわけでですね、現在ですね時間が、17時8分となっております。アニメ福袋ですね第1弾羅針盤をですね、完成させまして、ツイッターを見てみますと、なんとですねゲーマーズさんが本日4時からですねフライング販売というものをですね、めっちゃ飛んでるんですけど、フライング販売でですね福袋を販売するというわけで、ちょっと早速ですね買いに行きたいと思います。5000円と3000円なんですけども、金銭的に3000円をですねゲットしていきたいと思います。帰宅しまして18時37分ですね、ゲーマーズさんの福袋を買ってきました。こちらの撮影をして、速攻で編集していきたいと思います。いや今日出せるか、まあ明日1日かなっていう感じですね。雪がすごい、カメラ外はねめちゃくちゃ汚いです。誤操作してですね、カメラってずっといました。あと24分なのか。じゃあ24分ちょっと見というわけで、こちらでございます。あー、オンラインクレーンゲームをピック。